第1試合は三浦航太 VS 勇士ライジン MMA チャレンジルールで行われる3分3ラウンド66キロ契約になります。大きな拍手でお迎えください。さあまずは勇士選手から軽量級に乗っていただきましょう。勇士選手 62.45 クリアです。余裕を持ってクリアしました。そしてこのビューティフルボディです。完璧に仕上がっています。輝いています勇士選手。さあ続いて三浦選手。三浦選手 65.60 クリアです。こちらも余裕を持ってのクリアになりました。見事自分自身に打ち勝ちました。ちらっと今三浦選手を見た勇士選手です。さあまずは正面を向いてのファイティングポーズをお願いいたします。あのキングカズの息子としておなじみ三浦航太選手が格闘家としてライジンでデビュー戦を迎えることになりました。現在は宮田代表のもとブレイブで練習を積んでいるというまさに英才教育を受けています。そして勇士選手ですが昨日の会見でも1ラウンドなど、まあ、早い段階で KO 勝利できたらいいという話をしています。お互いに打撃を得意としているストライカー同士の一戦、さあどんな結末を迎えるんでしょうか。そしてこの肉体美です。勇士選手しっかりとアピールしています。一方対戦磁弱の三浦航太選手、この身長差は明日の試合にどう影響をもたらすんでしょうか。そこら辺も注目になってきます。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお迎えください。この2人が明日まず第1試合オープニングマッチを彩ってくれます。